カルル・ベルネは、フランス革命の時代のフランスの画家、版画家である。ボルドーで生まれた。父親のクロード・ジョセフ・ベルネは有名な風景画家である。幼い頃に、馬の絵を描くことに強い興味を示したとされるが、父親や歴史画を描くニコラ・ベルナール・レピシエから、歴史画や風景画の訓練を受けた。1782年に、ローマ賞を受賞したが、絵を描くことに熱心でなくなり、 修道院に入ることを防ぐために留学先のローマからパリに呼び戻された。1788年にパリのエコールでボザールのメンバーとなった。有名な版画家のモローの娘と結婚し、息子のオランスベルネは後に戦場の場面を描いた作品で知られる画家になった。フランス革命が始まると保守的な立場であり、妹で有名な建築家と結婚した。 マルグリット・エミリー・シャル・グランが、フランス共和国の財産を盗んだ罪で1794年に起訴され、革命政府に影響力のあった画家、ジャック・ルイ・ダビットに助力を求めたが、除名は叶わず、死刑になる経験をした。戦場の場面を描くようになり、1799年に第一失勢となったナポレオンが指揮した1800年のマレンゴの戦いに従軍し、 ナポレオンに知られるようになり、1808年のサロンド、パリに来場したナポレオンから作品を賞賛され、レジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。